サンゴちゃんに熱いものを覚えたマエストロの反応集。あらすじ、アニメ版ポケモンからピカチュウの声が聞こえた。メスガキが。わずか11秒で全てをかっさらっていったメスガキ。まずい、昨日から大谷育英のメスガキのこと考えてる。脳をバグらせるな。言われてみりゃめちゃくちゃメスガキ声だわ。教科書通りみたいなメスガキ。親の10万ボルトより聞いた声。マジで声が良すぎる。すげえなこの人。この声どこかで聞いたことあるな。このメスガキピカチュウの真似上手そう。ピカチュウの俺の知らないところのエッチなアニメに出てる。ポケットモンスター。ちょっと待って、これポケモンなの？エッチなポケモンアニメにピカチュウが出てる。ピカのおじきがメスガキになってる。俺もこいつと旅に出てえ。全世界をメロメロにし続けてきた声。大谷育英の声には人を狂わす何かが出てるとしか思えない。あー、これボンバーガールか。アニポケ見てたら急にプリズマエリア始まった。チンチンがびっくりしちゃった。急に妖艶なキャラ出てきて鋼テラスタルしちゃった。ポケモンスリープに実装しろ。カブポケ、 ASMR 始めないか？ DL サイトはいつでも君を待っている。ピカチュウ10万ボルト。ピカチュウ、ピカチュウ、チャームボイスだ。周到な男が失敗するなんて、おにゅうけるんですけど。挑発じゃん。いいいい、カピカピカ、頭ピカピカ。陰獣ボイスだと思ってたら淫乱ボイスだった。ベテランの少女役からしか取れない栄養素がある。サンドちゃんに大ベブしてほしい。メスのガキがやめろ。メスガキの姿。マスカーニャ助けて、俺この子好きになっちゃう。令和キッズはキャラボ大谷育英で精通するのか。平成キッズも精通してたろ。君のせいで今大変なんだから。オービだ、我の子種をくれてやる。デザインも普通にナイスデザイン。目の縁にライン入ってるのかわいい。目を細めるところとかガチでメスガキに理解あるやつが作ってんな。ちゃんと八重間なの分かってますね。眉が完全にメスガキのハの字で見事。意地悪く細めた目、ハの字の眉合えば完璧だ。でも可愛いけど公式の表情集見る限り多分めちゃくちゃ性格悪いぞ。最高かよ。ヴィランなんだから本当はいいことか日寄らないでガチで分からせたくなるクソガキであってほしい。なんなら本当はガキじゃなくてもいい。あーはははは、って嘲笑する声が本当に心の底から嘲笑の感情が込められてていい。ピッカーだけで感情表現全部できるからな。あーはははは、好き、鬼受けるんですけど好き。世界三大大谷の一人。世界の大谷は一人だけじゃないぜ。海外だと現地俳優で吹き替えされるんだろうから、ピカチュウがメスガキやってるというプレミアム感は日本でしか味わえねえな。おなじみすぎるほどの性質とメスガキがマッチしすぎるとは。かつての味方が敵になる展開好き。今までできなかったこと全部やってやるぞという気概を感じる。今までも普通に面白いけどテコ入れというか人気出し切り札感あるメスガキ。ぶっちゃけポケモンにメスガキが出ることはそこまで問題じゃない。だがポケモンに大谷育英のメスガキが出てくるなら話は変わってくる。ポケモン史どころかアニメ史に残る偉業と言っても過言ではない。大ベテランの生態から繰り出されるメスガキボイス。マスコットからメスガキって触れ幅大きい。ガキ感あるんだけどそこはかとない色気感じる声なんだよな、この人。分からせられる未来が約束されてるのもでかい。なんならキャプテンに負ける可能性もあるから大谷育英が大谷育英に分からせられるみたいな展開になりかねないのが面白すぎる。演技指導で分からせたくなるような感じでって言われたんかな。大谷さんにメスガキ概念を教えたスタッフがいると思うと笑える。キャスティング考えた人は度級の変態だと思う。このキャラに大谷育英呼ぼうって発案したスタッフ性癖壊れてるだろ。いつもすぐそばにいただろ。ポケモン見てたら突然深夜アニメのメスガキが出てきたら親御さんびっくりしちゃうだろ。キャラデザもだけどサイド低い画面なのが余計にポケモンらしからぬというか深夜アニメっぽく見えるんだよな。ポケモンで出てくるタイプの演技じゃなかったから思わず二度見してしまった。こんなキャラ出して良いのか。なんじゃもと対峙してみてほしいビジュアル。もしかしてアニメなんじゃもよりも話題になってないか。なんじゃも姉さんは期待以上だったけど、アニポケでお手本みたいなメスガキが出て、しかも大谷育英ってのはさすがにびっくりする。なんじゃも出るよって宣伝しといて、主人公の女の子が催眠かけられて大事なもの奪われる薄い本みたいな展開見せつけるのやばいよ。
敵幹部同士全員仲悪そうなのはすごくいいね。ポケモンで大谷育英を後輩を見守るキャラとかでなく敵メスガキに当てる采配、天才だね。きっと使うポケモンもメスガキなんだ。デカヌちゃんとかクチートとかミューラとかメスガキっぽい。キリリアとかテールナーとかいるじゃん。手持ちに耳ついてほしい。髪色と名前的にサニーゴ使えそう。キテルグマじゃねえかな。生拳でしょう。いや、脅し師を使うことになっている。脅しん消えろ。ほどあんただの妄想にイチャモンつけてて草。国民的アニメを総なめにした上でそのキャラの色自体を自分色に染め上げたレジェンド。話が進んだら喋らせるつもりだったが声聞いてるうちにこのままでいいかとなったピカチュウ。可愛い路線やらせるつもりはなかったが声聞いてるうちに可愛いのもいいよねとなったチョッパー。光彦も最初はスネオ的な嫌味キャラの予定だったけど変えたんだよな。なぜか光彦はナチュラルに人間カテゴリから外されてて笑うんよ。人間じゃないのはどう見ても元太だろ。一時期かまぼこのキャラ全部やってた女。珍獣枠ずっとやってたのは安定はしてたけど大いなる損失だったと思う。言うてあんまり女の子役振られないだけでたまにやる女キャラの演技はめっちゃ可愛いからな。可愛いショタできるやつは大体ロリもできる。しかも可愛くないショタまでできるんだからその能力は計り知れない。相方でもガキが、みたいなキャラやってた気がする。俺こういう演技聞いたのゴールデンデルもぶりかもしれん。大谷育英のメスガキってこよりちゃん以来か。レッツビギンでございます。ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテに出てくる国分寺こよりも大谷育英ボイスで、タヌキ耳巨乳メイドですは口調だからあれもっかいやってほしい。というかこよりちゃんやってた頃は普通に美少女キャラ声優だった。ポケモンとワンピの影響があまりに強すぎる。お邪魔女の花ちゃん、こりまくってた俺に比較はない。俺は東京アンダーグラウンドではシエルが一番好きだったんだ。東京アンダーグラウンドの時点で属性も声もピカチュウなやついたし。あのメスガキ好き、クソガキかと思ったらすごいいい子だし。この人昔は美少女ゲームのキャラも担当してたってマジ？ブーハートやったら聞けるよ。デガニーを思い出す。カービィがキッドくんのゲームでメスガキやってた時も思ったけど、マスコット的な役の人がやるメスガキってメスガキ力上がって本当良いね。いっそニンテンドーつながりでカービィの大本さんにもナチュレ様みたいなメスガキやってほしい。なんかドットといい俺のチンコにドストライクなキャラばかりでびっくりする。ドットなんて色気のある顔するショタなんだと思ったらボクっ子だったのか。ドットのキャラはすごいよ。ポケモンじゃないと見れねえよこんな尖ったの。他の声優と違って結局ピカチュウのまま続投してるのにさらに倹約するのか。倹約なのは割といつも通りだろ。まあ過去のシリーズでも準レギュ人間キャラで倹約してたことはあった。三宅が一面過ぎたがとうとう人間のレギュラーになった。あと3年で還暦なのにこんなメスガキ声出せるのか。年の割にとか意外とみたいなの一切抜きで可愛いと感じる声がすげえなって。石田明とかもあと2年なのに美少年ボイスキープしてるし。松本里香のお姉さん、また派男性キャラも追加してほしい。松本里香さんもバクラみたいな悪役やるの絶対楽しかっただろうし、またそういう感じの演技聞きたいな。ここで幹部で大谷育英来るなら間違いなくボスはもう松本里香確定みたいなもんだろこれ。犬子さんの声聞きたいな。イクちゃんに人間役来たら犬子にも来るよな。あの人も人間やりてえってずっと言ってたな。ラスボス犬子さん、これね。タンゲサクラとかも今もロリやれるのすげえよ。声優業界結構リアルロリババアいるよな。最強クラスのデーベテランがいるから目立たないだけでまあそうだ。デーベテランがひゃおめえ雑魚だなーって煽ってくる。うわーおめえをニューゲット。お前らルフィとクリリンでしこれるのかよ。何やってんだお前。メスガキって概念が定着したのっていつからだろう。ボンバーガールあたりから聞くようになった記憶はあるけど。俺の記憶が間違えてないならムシキングのキャラからボンバーガールの流れだと思う。声優って求められてる演技が固定化されるだけで多芸なんだな。そりゃ役者だから色々やれないといけないんだろうけど想像以上に多芸だよね。なんでねモモボタンもペパーもミラコラも青春もレギュラーじゃねえんだよと敬遠してたけど見るか。これからどんどん画面に出てきて煽ってきてほしい。キャットをまっすぐな目で見えなくなってしまう。ピカチュウとこの子が同じ場面にいたら笑っちゃいそう。メスガキでトレンドになっててくさ。すごい勢いでサンゴちゃんの絵が量産されている。ピカチュウでしこる日が来るとは思わなかった。いや普通に抜けるだろにわかが。
俺の精通七はピカチュウの着ぐるみと初めて会った時に抱きついたらお日様みたいな匂いがして抱き返してくれた時を思い出しつつチンチン触ってるうちに、って感じだったな。何の何の何？今日もピカチュウでいいか。いかがきが。大谷育英や榊原涼子が攻略できる北へ、およろしく。マシュマロにてリクエストありがとうございます。